武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の物理の勉強について話していきたいと思います。こちらがですね、時間が110分で大問が4題出題されています。で、まあ大問4題が一個一個結構問題数が多めなのと、図が頻繁に用いられる形式となっており、設問自体にも論述なり証明などが出ていることもあるので、まあこれらの対策が必須となります。で、問題の難易度、要は基本、的にはそんなに難しいものが出るわけではなく、基礎標準問題中心なので、まあマーチレベルまでやっておけばまず対応できる難易度なので、まあ両門の風などのやり込みが中心になりますが、先ほども言ったように論述対策が出るという点を踏まえると、国公立標準問題集キャンパスを追加でやっておく、まあ時間がない場合は、両門をまあカットして国公立標準問題集キャンパスをやっておく、という形になるかとは思います。で、まあ力学、波動、電磁気、熱力学、大門4つなので、そこらがまんべんなく出てくるというふうに考えておいた方がいいでしょう。で、まあその国立の形式に慣れて標準問題が解ければ、ここはまあ十分解ける問題ではあると思うので、あとは結局物理をどこまでやり込んでるかっていう、そこにかかってきます。で、大問の問題数が多いということは、結局そのつながってる問題なので、連鎖で罰になるということがないように、計算ミスなどはないように徹底的にやり込みしておきましょう。で、まあ問題が解ければいいということじゃなくて、答えをちゃんと作り上げるという練習をするように心がけてください。以上が物理の勉強となります。